秋ファッションで約1年ぶりにしゅうちゃん表紙登場。乃木坂46の田村真由が14日発売の週刊少年チャンピオン表紙と関東グラビアに登場した。田村は2018年に開催された坂道合同オーディションに合格し、同年12月にアイドルデビュー。翌年10月に上演された乃木坂46ファンミュージカル美少女戦士セーラームーン2019ではセーラー戦士のセーラービーナス役を演じるなど、女優としても活躍している。2023年8月1日にはアイドルグラビアの王道をテーマに撮り下ろしたファースト写真集「恋に落ちた瞬間」を発売した。同誌では今回から2号連続で乃木坂46祭りを開催。記念すべき第1弾となった同号には約1年ぶり田村が登場。素肌感のある落ち着いた色合いのノースリーブニット×ベレー帽コーデや野球のユニフォーム風スタイルなど、秋らしいファッションに身を包んだ田村が様々な表情で魅力あふれるグラビアを披露している。今回のグラビアについて田村は、2度目の表紙本当に嬉しいです。芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、今回は一足早くいろんな秋を満喫しました。とても楽しい撮影だったので、そんな気持ちが皆さんに伝われば嬉しいですとコメントを寄せている。同号には田村の両面ビッグポスターの付録も、他にも田村の限定カオウカードが抽選で当たるプレゼント企画が実施中。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。